にちは。こんにちは。今回は、はい、ロットの紹介です。はい、今回はね、今回ロット、宗男くんが、はい、ポイズンアドレナを折りました。なんだってお前だ。で、それがベートフィネスのロットで、で、宗男くん、ロットが、まあ、ベートフィネス今の時期絶対使うってことで、まあ、修理とかいろいろ考えたけど、とりあえず安価なものを買おうっていうことでゾディアスのベイトフィネスを買いました。そしたら思いのほか、うん、めちゃめちゃ良かったということで、今回はゾディアスのベイトフィネスロッドの紹介になります。で、まあ皆さん知っての通り、安いコスパがいいロッドですね。はい、まあ前ミディアム紹介したっけ。ミディアム、前はミディアム、スタンダードなやつを紹介したけど、紹介したんですけど、まあベイトフィネス今の時期一番僕使うんですよね。うん、それはなんでだい。冬の釣りをするのに、はい、メタルバイブとか、はい、まあ、ダウンショットとか、はい、スモールラバーとか、はい、やっちゃうんで、どうしてもミディアムだと硬すぎて飛ばない、うん、冬なんでバスが、はい、杭が浅いので、しっかり乗せときたい、はい、弾きたくないっていうのがあって、はい、硬いロッドだとやっぱ合わせの瞬間パーンって弾いたり、弾いたり、あとかけた後も外れやすいっていうか、うん、そのね、動いた時に弾きやすい、弾きやすいので、そういうのをなくすためにはやっぱり柔らかいロッド、柔らかいロッドでこう、はい、竿が、じゃあなんでスピニングでいいじゃん。スピニングだと今度引っ掛けた時とかちょっと頼りなさすぎるんだよね、うんうんうん、僕の中で。なので、まあスピニングと普通のミディアムロッドの中間みたいなイメージで使う。そうだね、うん、はい。でスピニングだとちょっと柔すぎてこうアクションがブンブンってなったりするから、うん、それは嫌なので、うん、どうしてもベイトフィネスに頼ります。冬はやっぱりベイトフィネスが一番使うと。僕は一番使うですね、はい、そこでまあ買ったんですけど、あのですね、うん、最初エクスプライドのベイトフィネス買おうと思ったんですよ、うん、僕エクスプライドばっか持ってる、うん、そしたらお店で触った時に、うん、ちょっと硬かったんですね、うんうんうん、触って、うん、で僕硬い竿が欲しいわけじゃないんで、うん、ベイトフィネスをするんだったらちょっとこれは硬いかなと思ったんですよ、うんうんうん、でそしたら横にゾディアスあって、うん、触ってみたらまあいい感じの柔さだったので、うん、あ、これとりあえず買うかと、うん、で買ってみて使ってみたところ、キャストしやすい、はい、で、そんなに長くないんで、おお、そうだね、それ短い、うん、それ どんくらい。あ、それでもね、これ 168L って書いてあるから、どんぐらいになるんだろう。6フィート8インチ、そんなに長く感じなくて、うん、で、まあゾディアさんちょっと軽いんですよね、うん、やっぱなんで、シェイクしやすくて、まあキャストはバシッといって、うん、シェイクしやすくて、まあその 2点かな、うん、一番大きいのは。ちなみにポイズンアドレナと比べてどう？まあね、ゾディアスがここら辺まではちょっと硬い気はする。バットの部分が、うん、この辺ぐらいまではこっちが硬い気はする、うん、でアドレナで、まあ、投げる時って、うん、どうしてもってなるんでね。あ、分かる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 、ワンテンポ遅れて出る感じ、うん、もうバットの部分から曲がってる感じ。そうそう、うん、みたいな。ちなみになんだっけ、材質あるんだよね、あれはカーボンモノコックで、まあ、ここまで、ここまで全部カーボンモノコックっていう素材だから、もう当たりとかは本当取りやすいんだよね、アドレナ、うんうんうん、取りやすいんだけど、キャストに関してはまあ僕の癖とかもあると思うけど、うん、こっちの方が投げやすい、うん、正直こっちの方が投げやすかったんですよね。俺も投げさせてもらいました。はい、でちなみにポイズンアドレナも前投げさせてもらったことあるんだけど、うんうん、近いというかまあ 4,5 メーター先ぐらい狙った時にそこら辺狙って投げてもピュッて目の前に落ちるんだ、失速して、まあ、ブレーキの問題とかもあるのかもしれないけど、うんうん、なんか萎縮してピュッてなってしまってて、もっと思いっきり投げていいよって言われたからピュッて投げたら奥の木に引っかかるぐらい飛んでったり、なんかね調整難しかったんだ、個人の感想では。ポイズンアドレナ、その実際これ今日外で使わせてもらったら狙い通りに行く、ね、投げやすいよね、うん、うん、
それはだから宗男くんの主観入ってんのかなって実際ちょっと思ってしまったんだ。そのアドレナより投げやすいとかね、うん、変わらんやろってぶっちゃけ俺思ってたけど、明らかに俺も投げやすかった。まあこれも個人差があるだろうから信じて買ってアドレナが投げやすいっていう人ももちろんいるだろうけど、うん、俺と宗男くんは確実にゾディアスが投げやすかったって感じだね。こっちの方がまあ狙いやすいね、うんうん、まあまあでもまあ素材とかなんとかやっぱ値段の仕事でやっぱ高い方がいいんだと思うけどね。その今日言ってたようにかけた後はアドレナがいいって言ってたやろ、うん、かけた後はアドレナの方がいいかなと思う、うん、やっぱり入ってくれる、うん、ちゃんと魚に合わせてこうやってくれる、うん、そりゃ素材から違うからまあそりゃそうだろうけど、でも宗くん個人的にはアドレナとゾディアスどっちか選ぶって言ったらどっち買う？ゾディアス、うん、へえ。じゃあそのやっぱり性能良かったから紹介したいってとこだね。そうだね、まあ好みがかなり入るとは思うんだけど、結構俺の好み入っちゃうけど、うん、ちょっと感動したもん。うん、ゾディアスいいということでね、うんうん、すげえなって、うん、これ多分ねそのこんだけ軽くて、うん、ちょっと短いから、うん、女性向けかもしれない、ね、ああなるほどね。うん、そのまあオールシーズン、うん、ちょっとしたプラグとかワームとかでも、うん、女性扱いやすいと。そうやね、なんかミノーとかあのちっちゃいサイズのミノーとか、うん、そうだね、それこそバイブレーションとか意外に、そうそうそう、なるほどね、意外にいけると思う。でちっちゃいスピナーベッドとかもね、ディーゾンフライとか、うん、全然いけると思う。まあまとめてみるとキャストはゾディアスがしやすい、乗ってからはそりゃ高いアドレナの方がいいけど、うん、まあ、値段の差とか値段ちなみにどんくらい、大体でいいけど、アドレナだと大体、アドレナって今多分3万ちょっとぐらいじゃないかな。3万ちょっとぐらいでゾディアスが1万前後ぐらいだよね、うん、1万前後。2万円も安いのに、まあ、どっち買おうか悩むぐらいの性能、うん、いいという、どっち取るかなっていう感じ、うん、なんかね、俺ちょっとそういう詳しい人じゃないけど、まあ、みんな知ってることなのかもしれないけど聞いたんだけど、やっぱ大手のメーカーが強いらしいね。ゾディアスどこ？シマノ。シマノだよね。やっぱね、シマノダイワが強いって工場自分で持ってるから。あ、だからよそのさ、例えばどっかのルアーメーカーが出す竿とかは、うん、結局頼むのがシマノの工場に頼むから、そこで金がプラスされるから、そりゃ叶わないって言ってるらしいよ。そりゃシマノダイワが強いわっていう。だからそういう面でも、まあ材質こそ、アドレナどこ？シマノ。シマノじゃまあまあ同じシマノだけど、そういう話もあるらしい。なんか大手のメーカーがそりゃ強いわっていう話もあるらしいから、まあゾディアス買っとけばいいんじゃねえのっていう話です。これ本当いいね。うん、俺は投げてすごいやりやすかった。まあまあそういうことでした。はい、これいいっす。うん、おすすめです。おすすめです。はい、それなんかある？長さとかその、じゃあ多分この1本だけ、1本だけ、うん、じゃあそういうことで今回はゾディアスのベイトフィネスロッドの紹介でした。はい、ちなみに品番を最終的に全部きちっと教えてください。はい、168の L ベイトフィネスです。 BFA、 はい、これですね。 168L ベイトフィネスゾディアスです。ってことで今回はこのロッドの紹介でした。ありがとうございました。